はい、どうもオカリンです。本日もあつ森やっていきましょう。さあ、まずはメールチェックのコーナーから。はい、今回4件ですね。マイホームの増築おめでとうございますと。ほんで、たぬき開発さんから増築の、あれが完了したと。どうもデイビッド、コングラチュレーション。あ、デイビッドからまたか。あれ前もこんかったっけ。あれティーチャーか。なんでこんな俺変なやつからしかこうへんねん。他のやつともっと仲良してるはずやのに。フレンドの方から何かもらいましたね。ちょっと開けてみましょうか。今回のプレゼントは3つ。1つ目、学習ポスター。あ、これは部屋用か。ほんで2つ目がこれ、デイビッドお勉強セット。何を勉強すんだデイビッド。おい、絶対いけないことを勉強させる気やこいつ。ほんで最後、フレンドの方からはデコイ。ん？モアイじゃなくデコイ。デコイってあれよな、身代わりみたいなことよな。お前デコイって言うんか。アヒルとちゃうんけ。我、ほらここら辺置いとこうかな、この水辺のあたりに。あ、いいやん、映える映える。ほんで今日やりたいことがちょっと決まってて、まず最初にもうイースター終わったやんか。だからこの服装をね、俺どうにかしたいのよ。ということで、こっちにほら道作りました。ほんでここにたぬき商店。あ、まだか。ここにね、あの仕立て屋がねできる予定なんですけど、これ明日やな。っていうところで、もう一つ、この博物館。俺ここまで道引いてないんよ。この博物館の位置が俺よろしくないと思ってんのよね。ほんでそろそろ今回のパートから、この監獄島の島発展させていきたいなと思っております。まずはだからこの博物館を飾っていこうかな。ほんで場所変更もしていこうかなと思っております。というわけで、俺のイメージとしてはね、この橋の奥の階段の奥、この橋の正面に作ったろかな思ってるんですよ。ここら辺に博物館の横に化石置くやん。ほんでそれでちょっと博物館っぽくして、ここになんか門とか建てて、周りを崖で覆う、なんかそういうのを作ってみたいなと思っております。だからまずこういうさ、邪魔な岩とかを避けて、ほんでここもね切り抜きたいなと思ってんのよ。どないしょ、どこまで切り抜こう。結構奥まであるからそんなにいらんと思うんやけど、一番奥に釣る。一応奥2マス分ぐらい開けとこうかな。なんか開けとかなさ、何かと不便なことが起きるかもしれない。オッケー。ほんで博物館のマス目やねんけど、なんぼやろ。あ、横にこれデイビッドさんのお家あるんですけど、まあそれは関係なしということで、近所ですけど問答無用で許可なく工事していきます。よし、これでとりあえず目の前は、開けさせました。これで、博物館を移動させたいんやけど、あれってお金かかるんやっけ。ちょっと話聞きに行ってみようか。5万ベルか、結構するな。というわけで、風太さん、オカリンさんが提案する場所に博物館を移設するってのはどうだも。ほほほ、もちろんですとも。ぜひロマンにあふれる場所に移設していただければと思います。はい、あ、ええんや。うん、賛成してくれてよかっただも。じゃあオカリンさんと僕に任せてちょうだい。よし、任しとけ。正面来て、頼むで、ずれんなよ博物館。オッケー、想像してみる。ずれてへんかな。いや、なんか怖いな。ここにこうやって目印置いといて、この2マスがドアに重なればいいのよ。いや、消えるやん。なんであんな消えんの。よっしゃ、次の作戦、これここ、これを目印にしたらいけるはず。どう。いえ、なんか微妙。え、ちょっとだけかぶってるんやけど、それは何。これ合わへん的な、そういうこと。もしかしてちょっとずれる、仕様的に。これちょっとマス目的ずれるな、マジか。 OK、 よろしく。ほんなら、次は外観を決めていきたいね。世界の道しるべとか、これめっちゃいいやん。これ建てたらもう一気におしゃれ度アップするから。それとストーンアーチ90個。ここに来てめっちゃ石使うな。これか、あ、これこれこれ、
貝殻のアーチ、これも博物館っぽくない？ちょっと子供向けになっちゃうかなって気はするんやけど、え、どっちの方がいいかな。こっちの方が多分レアやと思うよな。こっちにしようかな。どうしたん？何悩んでんの？いやダメダメダメ、出ていくならその変態とかにしてよ。あ、もしかしてデイビッドとかが嫌になったん？そういうことやったら言うてや、ほんまに。すぐ俺追い出したるから、あのデイビッドたちな。ちょっと待って、全然貝がないんやけど。全然貝がないんですけど、誰や俺以外のやつで貝のデイリーミッション回しとるやつは。マジでないや、いつも腐るほどあるやん。なんでこんなないの貝が。え、1個？左側だけで1個？嘘やん。よし、まあ、貝殻をぼちぼち集めていくとして、ここら辺のセッティングしようか。まずは、まあ、ここら辺からアーチ立てるとして、どうしようかな。なんかこうアスレチックみたいな感じでさ、進んでいったら面白そうちゃう？まずここ一マス分開けて OK。 ほんで左右にと飛んでいく感じ。飛びすぎ、それは飛びすぎやけど OK。 とりあえず飛び石はここ3つにしといて、ここってアーチ置けるかな、置く隙間あるんかな。まあとりあえずこれはこうでいいとして、でここに化石をなんか置いて、ここ滝にしようかな。あ、でもなんか見てよ、ほらちょっと囲ったらそれっぽくなったで、なんとなくやけど。で一応水をモチーフにするから、よし、とりあえず滝とアスレチックブロックの設置が終わりました。あとはここによいしょ、アーチをかければとりあえず門は完成って感じになりますね。よっしゃ、今化石寄贈してきて、1個だけ余ってるからちょっと置いてみていい？ここにどうなるやろ、置けるかな。プテラノドンの右翼どう？何これ木の枝やん、ただのなあ。全然迫力ないんやけど、これはあかんな。一応置いとくか。はい、博物館改修工事2日目やっていきたいと思います。今回も引き続きまずは貝から集めていきたいね。ほんで今回ちょっとフレンドの方に協力をお願いして、ちょっと家具をね、いただきました。まあこれは後ほどご紹介します。私の島で発見されたレンガで一級の職人に作らせた最高級の一品ですと。ほんでエイブルシスターズができました。ちょっと、服装チェンジしましょうか。はい、あ、もうすでに先客いるんやけど、マジで。あー、全然いいですよ。これからじっくりと韓国島に腰据えて服やアクセサリー販売させてもらいます。よし、ということで、まあ、俺単品でセットするのはあんまセンスないと思うんで、こっちで試着室でね、もう全身やりたいと思います。はい、できた。フィットネスシリーズで揃えてみました。あんまりね、ちょっと今日の品揃え的におしゃれなんかなかったんよ。これが一番マシやった。ありがとう、また来るわな。ほな、よし、今日も貝殻集めていくか。あ、今日めっちゃ落ちてるやん。夜とかさ、あれ時間によって変わんのかな。昨日全然落ちてなかったからさ、全く集まらへんかったよね。うわ、めっちゃ落ちてる。オッケーオッケー、もうこれは今日中に作れそうやね。あ、またいる。あいつしょっちゅういるんやけど。あ、博物館できてるやん。あ、しかもちょうど正面って感じで、まあまあ違和感ないね。うん、あとはこの周りを飾って、あれ欲しいな、なんか床から出るライトみたいな、あれとかも欲しいけど、うん、ちょっと周りが質素やからなんか飾り付けしたいね。花とか植える？この上段に花植えるだけで多分全然ちゃうと思うからね。花植えるか。よし、とりあえず花植えておきました。あとはどうしようかな。一応ここに化石あるから、こっちにもなんか置きたいね。 OK、 3つ鑑定して1個余ったから、ちょ、これ植えとこ。これ何？イグアノドンの尻尾。なんでそんなしょぼいやつばっかや。頭とかにしてや、見えへんし、全くもって見えん。え？もう魚の骨やん。え？でもまだいいか、これよりマシやろ。うん、
よしよし、完璧。ほんでいろいろさやってんねんけどさ、どうしてもなんか島の芋臭さ、未開拓さが抜けへんのよ。それなんでやろなって考えた結果、あの床やと思うね俺。だからマイル交換でちょっとこの道路工事、これを何個か開放したいなって思うんすよ。まず博物館の周りをやりたいから、これやな、アーチタイルか石畳。アーチタイル行こうかな。アーチタイルとレンガの道、この2個開放しようか。よっしゃ、これでここの道をアーチタイルっていう感じに変えてみよう。ここのさ、坂と合わへんかな。どうやろ。あ、うまいこと模様つながるんや。いいやんいいやん。よいしょ。とりあえずここ一面をこれにしてみて、この角は無理なんか。あー、じゃあ丸くするよりも普通に四角にしといた方がいいのかな。どうなんやろ。ちょっとだけ緑残んの嫌やな。継ぎはぎ感がすごいんやけど。なんかちゃうな。なんでや、これチロルチョコみたいになってしまうだ。ここなんでこれそんな不格好さが抜けへんねんやろ。え、どうやったらおしゃれになんのかな。全くもってもうここいらんもんな。これこのタイル完全にいらんもんな。消すか。角を丸くするとかそういう次元じゃないんやけど、この坂が悪いんかな。これを石の階段とかにしたらちょうどええんかな。よっしゃ、貝殻集め終わったと思うんで、あの貝殻のアーチ作りましょうか。 OK、 数足りるね。よし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 、めっちゃ時間かかったこれ。むしろこれ石のアーチの方が圧倒的に簡単やった気がするわ。というわけでちょっとね、このお花を咲かせるためにちょっと3日だけタイムリープさせてもらいました。よし、これでここに設置しよう。あ、それとここ確か前はね、このアーチタイルの道ってやつやってんけど、今回石畳に変えてみました。ちょっとマシになったと思わへん？うん。アーチタイルの道は多分もっと広いところで使うべきかなと思う。オッケー、じゃあここに立ててみよう。合うかな？はい。おお！あ、それっぽくなったくない？ずれてんのめっちゃ気になるけどさ。これで完成でええかな？いや、ちょっと待ってみんな。うちの島さ、なんて名前やったっけ？あれ？ちょ、ここ戻られへんねんけど。あれ？戻られへんなった。おじさん、みんな、うちの島ってなんて名前やったっけ？なんか、監獄島とかいう名前やったと思うけど、こんなんさ、めっちゃええ感じの島やん。これちゃうくね？うん、やっぱこういう感じやと思うね、俺。ちゃうかな。やっぱ監獄島ってことやし、この博物館の館長にはここで一生を終えてもらおうと思うんですよ。なので、ここから絶対出られないように、灯台を合計6個。視聴者さんからの、いただき物も含めて設置しました。いや、こんだけいたらここで一生働こうっていう気持ちになってくれるかなと思いますね。よいしょ。じゃあもっとさ、これカメラがこっともっと上行ったら、あの灯台がいい感じに映るんやけど、これ以上いかへんから、どうしようかな。こういう感じでどう？これいいところで止めるみたいな。まあ、実際のところちょっと映え狙っただけで、本来はこの2個だけを予定しておりました。あとの4つとか、まだまだね、他の場所を開拓した時に設置しようと思います。はい、というわけで監獄島開拓シリーズ第1話博物館編いかがだったでしょうか。今回のモチーフはもうザ・監獄ということで、今後もこういう感じで進めていこうかなと思います。次回は、そうだな、キャンプ予定地にしようかなと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の集まりいいって思ってくれた方はグッドボタン押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。バイバイ。